すっぴんの眉毛なんですけど、綺麗すぎて全然出せる。めっちゃ綺麗じゃない？あまりにも眉毛整えすぎてない？めちゃくちゃ綺麗なんですよ。だからまあちょっと前髪長いんですけど、まあおでこ出しても大丈夫な眉毛してるから出してます。だからこういう時に公演があるとデコ出しデコ出しの髪型になる。前髪長くて眉毛整ってれば、あの公演でもデコ出しになるんですけど、公演がないので、あの普通にただただデコ出しなだけです。ただデコ出しなだけになりました。そう、マツパもね行ってきたから、めっちゃまつげギュインギュインです。明日公演しよう。それな、いやリハなんですよ。もうね、卒業公演が終わりまして、無事にね終わりまして、いよいよコンサートまでもう一直線といったところですかね。そう、だからちょっと公演はしたいけど、残念ながらできません。もうコンサートまで、はい、直線ですね。メガネどう入ってますよ。本物です。ちゃんとどう入ってるよ。4月も公演ないのかしらね。多分ないんじゃないかな。お渡し会でこだしかな。あ、その前には絶対に切ります、前髪。はい、切ります。今週中には切りたい。でも今週リハが詰め詰めなので、週末くらいに切りに行こうかなと思っているので、それまでちょっとデコ出しで、まあみんなに見せることはないんですけど、もう多分今週はリハが詰め詰めだから、あんまり配信も多分できないかなっていう感じなので、気づいたら前髪切られてると思います。まあメールに写真とかは載せると思うけどって感じですね。いやでも今日めっちゃメール書きすぎて、みんな全部読めたかな。でも私が書きたかったことはもう全部メール書き終わりました。今日やばくない？今日さ、長文対策5本立てみたいな。今日は全部で7通送りました。でも7通分の5、6通はめっちゃ嘘嘘嘘7通分の4、5通はめっちゃ長文めっちゃ長文になっちゃった。なんか書きたいことがありすぎて、なんか昨日の卒業公演を終えて、そう、共感してくれました。え、めっちゃ嬉しい。なんかさ、自分で書きながらさ、自分でさ、ツッコミ入れすぎちゃってさ、なんかしかも何にツッコミが全部なんかなんていうの、ファンみたいなツッコミしちゃって自分でそう、ここまで一息。いや、そうなんですよ。これね、出演ありがとう。このポーズ、ズッキーさんがなんかなんだっけ、リップグロスかな、リップグロスのなんかフリーポーズでズッキーさんがこのポーズしてるところまで好きっていうことを言いたかったんですけどそう、かっこ多いなって思いながら、わかる。あのカッコは全部私の心の声そうなんですよね。だからなんか改めて、私はなんか日向さんのお宅だったんだなって思いました。はい、いやでもあの多分メール、昨日のその卒業公演の前、朝かな、朝に送ったメールに、その私の、もちろん主役は日向さんなんだけど、その私のファンの皆さんにも見てほしいんだよねっていうのをね、確かメールに朝かな書いたと思うんですけど、リ
理解していただけましたでしょうか。そう、もちろん日向さんの卒業公演だけど、私のファンの皆さんにも見守っていてほしかったのにはちゃんと理由がありました。はい、共感する部分多すぎて語り合いたい。わかるよ。じゃあもう今この時間を使って大いに語りましょう。それがあったからリアタイした。そうなの、みんなには見ててほしかったんですね。え、まさか私がお手紙を書かせていただくなんて、私もびっくりでした。本当になんかそのこれまで日向さんと一緒に活動を共にしてきて、そんな未来が待ってるなんて誰も想像しなかったじゃないですか。なんかましてやこう同じメンバーとして活動できたということだけでも想像しなかったことなのに想像しなかった出来事なのに、メンバーになってこれまで一緒に活動できただけでもすごい夢みたいな時間だったのに、最後手紙までなんか読ませていただくって、そんなことってあるんだっていう本当に、はい、でも本当にちゃんと読めてよかったです。結構それが心配の種でした。私がなんていうの、私がこの日向さんにとって最後の劇場のステージ卒業公演っていうめちゃくちゃ大事な場で、私からの手紙でいいんですかっていう気持ちと、そうで、なんかそれと同時に私が書いたことによって果たして私は読めるの、読み切れるのだろうかって泣かずに大号泣して読めなくなったらどうしようと思っていて、そうでも落ち着いて読めました。あの実はめちゃくちゃお家でいっぱい練習してました。自分で書いたさ文章だからさ、いくらでも練習できるじゃないですか。だからあの誰かのお手紙の代読とかだと、その結構ギリギリにならないとお手紙が届かなかったりとかして読みながら泣きかけるんですけど、自分の書いた文章だからその自分の書きたいことがもう全部詰まってるので、その本人を目の前にして読むという状況をだけで、あのそれ以外はもう自分の言葉だから落ち着いて読むのはまあなんとかできましたっていう感じですね。え、そうなの、まさか日向さんが泣いてくださるなんて思わなくて、そのなんか自分の書いた手紙の内容、もちろん自分の言葉全部自分の言葉だし、自分の全部素直な気持ちなんですけど、なんかなんだろう、本当はもっと書きたいことめちゃくちゃいっぱいありましたよ。でもなんかそのお手紙にやっぱ簡潔に、本当はなんだろう、もっと具体的な話、具体的な話って言ったらなんだろうな、まあ MC とかでもちょっと喋ったんですけど、それこそシングル初めてセンターになった時の話とか、なんかそのアイドルエッセンス公演の時の話とか、なんかもっと具体的な出来事の話もいっぱいあるし、なんかそういうのを入れた方がいいのかどうなんだろう。入れたい、でも入れ始めたらちょっとキリがなくなっちゃうなってとも思ったりして、そうだから本当になんか何から書こうってすごく迷った、難しかったんですけど、そうでもだからそのなんだろう、あれが伝えたいことの全てではないというかもちろんあれが全部自分の言葉だし自分の伝えたいことなんですけど、伝えたいことの一部ではあるから、もっと本当は書きたいことっていっぱいあったし、そうって思ったらなんか果たしてこのお手紙でいいのかなって思っちゃ
なんかどこまでその気持ちが伝わるかなってすごい思ったから、そうなんか書いたもののちょっと自信はそんなになくって、なんか伝えたいことのなんか凝縮した部分でしかないから どうなんだろうって感じだし、しかもやっぱ本当にその卒業公演ってめちゃくちゃ大事な機会に、うん、劇場にも日向さんのファンの方がたくさんいらっしゃるし、なんか本当にこうメンバーの中にも、まあ、お手紙の中でも書いたんですけど、日向さんに憧れて加入してきてくれた子とかがいる中で、私がまあメンバーを代表として代表して読ませていただくってなったら、これでいいのかなって本当にちょっとすごい不安でしかなかったんですけど、でもなんか日向さんがその目の前で涙を流してくださって、なんかその思いがちょっとでも伝わってたらいいなって思ったので、よかったです。でなんかその卒業公演終わった後もその他のメンバーに手紙めっちゃ良かったです泣きましたって言われてなんかそのすごい今回そのお手紙を書くにあたってその 目線というか、そのさっきも言ったようにどこまでエピソードを盛り込むかもそうだし、なんかキャプテンっていう立場で書くものなのか、なんかどの立場でどの目線からのお手紙にしようっていうのが一番のすごい悩んだ部分だったから、そのすごいどうしようかなって思ってた中で、そのでもやっぱ他のメンバーの気持ちも絶対にあるだろうから、なんかそこもなんか入れたいなってすごい思ったし、だからなんかその他のメンバーがその手紙を聞いて涙を流してくれたってことは、なんかきっとその手紙の中に共感してくれる部分とかがあったからなんじゃないかなって思うから、なんかそう思うとそのちゃんとみんなの気持ちもちょっとは代弁して伝えられてたのかなと思って、なんかそれができてたらいいなと思いましたそういやそうなの、答えがあるものじゃないし、でもかといってさ本当にたった一回しかない機会だから、もう本当にどうしようって感じでしたどうしようっていう気持ちだったので、そうしかもその豊永さんが昨日いらっしゃって、で豊永さんもお手紙読みますって聞いてたから、もうそんなのプレッシャーじゃないですかどうしよう、しかもどっちが先かどっちがとかも分かんなくて、 その言われた時は豊永さんもお手紙書きますは聞いてたけど、どっちが先かとか聞いてなかったから、もうなおさらどうしたらいいんだろうってすごい本当に不安だったんですけど、でもこんなにねなんか光栄なことはないですし、無事にお手紙をかけて本当に良かったです本当に良かったです。そうなんかなんだろう、文章を書くことはそのメールとかもそうなんだけど、文章を書くことは好きなんですよ、うん、なんだけどなんかその文章書くことは好きだけど、メールがものすごく長文になるのと同じようにそのまとめる能力があんまなくてなんか書き始めるとすごい長くなっちゃうから、そうだし、しかもなんか今までそういう生誕祭とか卒業公演とかってお手紙こう読む側の人ってそんなに長い例ってあまり見たことないじゃないですか。
その卒業したりとか、生誕のメンバー主役の子が長く話すのは全然ありだと思うけど、お手紙長くなりすぎてもなって思って、でも書きたいことはいっぱいあるし、そのなんか書きたいことのその取捨選択みたいな、いかにして短い文章の中に自分の伝えたい思いをなんか入れ込むかっていうのにすごく迷いました、うん、そうだからなんかみんなが私にお手紙を書いてくれるときはなんかどんな気持ちで、なんか私はすごいみんなからお手紙をもらえてとっても嬉しいし、なんか書いてほしいとは言うもののいざなんか自分が書く側になったときにその何から書き始めたらいいかが分からないなってすごい思ったから、そうだからみんなが私にこうお手紙を書いてくれることってなんかすごいすごいことなんだなってすごいことなんだなって思いました。書いてる途中であれもこれも、いやそうなの、そうなるしなるし、逆になんかあなんか違うかもなってなるから、本当に本当に直前までなんかお話をいただいたのはちょっと前だったんですけど、そのお話をいただいてから前日まで毎日書き直すというか、そのちょっとずつ変えてましたそう、難しかったね、でも本当になんか私にとってはすごくなんか思い出になったので、なんか日向さんにとってもそうだったら嬉しいなとは思ってますそう、そう日向さんになんかえみんなはどのタイミングで私って気づきましたか私が最初お手紙読みますってなってどのタイミングで私だって気づきましたか、え読むとき、えなんで、待って待って、読むときだとしたらなんで、なんでなんで、手紙を持ってたから、でもさそれはさ私からじゃない可能性も全然あるじゃないですか、誰かからのお手紙を私が代読する可能性だってあったわけじゃないですか、なんで私って分かったのかなと思って、あ確か日向さん、いやそうなんですよね、だからさ冒頭なんて言うかすごい迷ったけど、まあ日向さんになっちゃったよねずっと緊張してるから、それはね本当にそう本当ずっとなんかいろんな意味で心ここにあらずみたいな気持ちだった代読だとマリナさんかな、あ確かに、でもそれはそうかもね、そうなんですよね、確かに代読だったら私じゃない誰かがやってたかもしれないし、それはそうか、まああとそうだよね、内容書き方、まあみんなはきっと普段から私のメールとかを読んで私が書くなんか文章の構成とかをみんなは分かっているから、まあ読み始めたら分かりそう分かりそう、いやでも本当は本当はというか、その日向さんにお手紙を書かせていただくのは2回目です、
最初に帰ったんですけど、誰だってなってほしかったんだけど今までじゃあ生誕祭とかで手紙を書いてくれた人なのかなみたいな思わせたかったんですけど、じゃあもうみんなその前に気づいてたってことだ。そうだよね、日向さんご卒業おめでとうございますから入る時点で後輩でしかないもんねガッチガチに敬語だもんなでも本当はね、そうなんかちょっと誰かなって、なんかそれがこのお手紙のさ、なんかワクワク感だったりするじゃないですか、誰からだろうみたいな。ちょっとじゃあ私にはまだそれは向いてなかったかもしれないですねそう、でもなんか日向さんにお手紙、じゃああんまりその SNS に例えばコメントしたりだとかお手紙を書くとかって、そのずっと NGT のこと好きだったけど、その NGT に限らず48グループ小学生の頃からずっと好きだったけど、なんかそういう行動にあんま起こしたことなくって、そのこの前見せたみたいに画像を保存したりだとか、あとなんかグッズ買ったりだとか、なんかそういう自分だけで完結するものでそのオタ活みたいなのをずっと楽しんでいたから、あんまりそのお手紙書くとかコメントするとかっていう経験が、ほぼ全くなくって、そう、でもその日向さんにはあのそれこそ昨日の公演の MC でも言ったんですけど、私一期生オーディションの時にお話ししたことがあって、一期生オーディションの時に話したこととかをなんか書いたような気がするんですよ。私もあんまり覚えてないんだけどそう、だからなんかそれを考えたら2回目っていうのも面白いかなと思って、そう、隣の隣の隣だったんですえ、これね、本当に別にそれその狙い、なんで笑いを取ろうと思って隣の隣の隣って言ってるわけじゃなくて、ガチで隣の隣の隣だったんですよ私が11番だったんだけど、日向さんが14番だったの。まあそうですよね、隣の隣の隣だからで、すごかったんですよ。私がどうしてそんなに覚えているかっていうと、あのやっぱそのこの中から一期生オーディション受けてる時にね、この中からメンバーになる人がいるかもしれない、自分がたとえそこで受からなくてもこの中でメンバーになる人がいるんだって思ったら、なんかその特大なんかマウント取れるじゃないですか、もうどのファンの人よりも最古さんになれると思って仮に自分が受からなくとも、だからなんかそのめっじゃあそのオーディションのこと覚えておこうと思って、だから私自分のドラさんのオーディションとかほぼ記憶ないんですけど、ドラさん自分のオーディションのことは本当に記憶がほぼないのに、一期生オーディションのことだけはもうすっごいもう全部覚えてて、覚えておこうって思ったから、そうで、その時私11番でなんかこう10人ずつこう並んでたんですよ。で、私の目の前つぐみさんだし、その隣のえさんだし、その隣みはるさんだしみたいな、もうなんかすごかった。私の真後ろにりかさんが壁に向かって歌歌ってるしみたいなそうで、隣の隣の隣はひなたさんそう、だからもうそういう一個一個のこと全部覚えておこうって思ってて、ちなみにあとちょっと離れたっていうか、その斜めにあとみなちゃんもいたんだけど、みなちゃんとあゆ太郎さんかな、なんか2人で
めっちゃダンスの練習してたのもめっちゃ覚えてるしそう全部覚え、めっちゃ、これさ多分前も話したことあるんだけど、そう私の前にそのつぐみさんとのえさんとみはるさんがいて1、2、3番で、であのやっぱ真ん中にのえさんがいるからさ、もうすごい3人でめっちゃ仲良くなってんの。で私はオーディション中誰とも喋れなくて、あの隣の隣の隣が日向さんだけど、その日向さんの前の私11番と12番のこと13番のことはなんかちょっと喋ってたけど、そうでも本当にとにかく私の目の前がめちゃくちゃ盛り上がってて、そうなんかね何歳だと思うみたいな話をしてって、その3人でそれぞれ初対面だから、その3人が何歳だと思うみたいな話をしてる中で、あの飛び火してきてこっちにそう 前3人で何歳ですかみたいな会話が繰り広げられていた中で、急に後ろを振り向いて私にあの話しかけてきて何歳ですかって聞かれたんですよ。でその時に私当時は14歳だったから、14歳ですって言ったら前3人にめちゃくちゃ驚かれた。14歳には見えなかったっぽくてめっちゃ驚かれたっていうエピソードもあるんですけどあとなんか名前当てゲームしてたなんかつぐみさんのつぐみっていう名前をのえさんとみはるさん2人でなんか当てるみたいなゲームしてた最初はつから始まりますつーみたいなそれをずっと聞いてたあと本当にこれも私が大好きなエピソードなんですけど、なんかオーディション終わってなんか最初にダンスの審査があって、その後歌の審査があって、で、まあ、そのさ最終審査とはいえど60なんか何十人もいるから、しかも私たちって自分含めたらあれなんですけど10番台とか先頭の方だったから、その自分のオーディションが終わった後後ろ結構長いんですよ。でその後さらに最終的に誰が受かるかっていう多分会議がされるから、めっちゃ時間がかかったのね、その歌のオーディションまで終わった後間の時間が結構1時間2時間ぐらいあったんですよ、待ち時間が。で、あの私はパパと一緒にちょびっとだけなんか買い物みたいな行ってからそのオーディション会場に戻ってきたんですけど、戻ってきたらのえさんがモス食べててオーディションのねその控え室の中で、マジのえさんすぎるエピソードで大好きなんだけどそうなんです。だってさもうオーディション中なんてさもう緊張しすぎて食べ物も喉通らないレベルじゃないですか普通に考えたら。でもその戻ってきたらのえさんがめっちゃモス食べててしかもなんかそのオーディションの裏側みたいな映像のカメラを回してるじゃないですか。そのカメラに向かってあの椅子に座ったままね、そのダンス審査が会いたかっただったんですけど、その椅子に座ったまま会いたかったをその裏側の密着のカメラに向かって踊るっていう、もうほんとのえさんすぎるよねその頃からエピソードが完全にそうとかなんかもうその頃からめちゃくちゃ個性、でもそういうのも全部覚えておこうって、もしかしたらこの子が受かるかもしれないしって本当に受かったんですけどとか、そうなんかその中で日向さんとはその歌の審査1番から10番の人が最初にその審査会場の中に入ってて、で11番から20番の人はその扉のすぐその部屋の扉の外でなんか待機するみたいな感じで待ってたんですよ。そうでその待機してる時にその日向さんになんか緊張しますねみたいな
私が多分あまりにも緊張しすぎていたのかな、声をかけてくださって。そうで、私が髪の毛めっちゃテンパで、その時ポニーテールしてたんだけど、そのすっごいくるくるだったから、巻いてるんですか、地毛ですかみたいな、なんかそういう会話をしてて、そう。だからそんな自分に声をかけてきてくれる人がいることがびっくりだったから。そう。で、あと本当にすごく印象的なのが、なんか日向さんが それでその後、まあ、1から10番の人のオーディションが終わって、11番から20番が入るじゃないですか、オーディションのとこに。で、まあ11番の人からやるから、私が一番最初だったのね。で、私が一番最初になんかやって、で、まあ一人一人こうマイクを持って審査員の方々の前に立って、なんか歌、自分が選んだ歌を歌うみたいなやつで、で、私は一番最初だったから、なんかその誰かのさ、なんか見て参考にするとかできなくて、私が一番最初にやって、で、終わってからは、でももうさ、その後どうしようもないから、その20番までの人たちやってるのを終わるまでただ見るだけなんですけど、その時になんか日向さんの順番が来て、で、あ、さっき私に話しかけてきてくれた子だってなるじゃないですか。そう。で、さっき話しかけてきてくれた子だ、何する、何歌うんだろうなって思って、その時に確か HKT さんの控えめ I love you を歌ってて、日向さんが。で、で、私その曲歌おうか迷ってたんですよ、オーディションの時。なんか自分で曲を選べたんだけど、オーディションの課題曲を。私は最終的には天使の尻尾をその時は歌ったんですけど、なんか2択で迷ったぐらい、天使の尻尾か控えめ選べるか、どっちかにしようと思って天使の尻尾にしたのね、私は。そう、だからなんか、あ、さっき私に話しかけてきてくれた子だって思って見てたら、控えめ I love you が流れ始めて、わっ、曲かぶるところだったって思ったっていう。そう。でもなんかその後、まあ、その歌の審査が終わって、なんか質問いくつかされるんですよ。で、なんかその質問をされた時に、なんか憧れの人は宮脇さくらさんでみたいな話をしてて、でもなんかその時の受け答えも、私はなんか本当、私オーディション今まで泣いて通ってきた泣いて通ってきたんですけど、なんで泣いて通ってきたかわからないんですけどね、泣いて通ってきて、で、その最終審査の自分のね時に、その歌終わった後、質疑応答みたいな時も何喋ったか覚えてないけど、多分泣いたんですよ。だから、なんかそんな自分に比べて、この子は、ヒアさんなんだけど、この子はめちゃくちゃ受け答えがなんかちゃんとしてるなって。だから私その時自分が14歳で、この子20歳ぐらいなんじゃないかと思ってたの。でもそしたら1個しか変わんなくて、あとあとね、その名前とか年齢とか、なんかプロフィールが出た時に1個しか変わらなかったことにすごいびっくりして。そう、なんかそのオーディションの時はなんか20歳とか、まあ高校生とかそれぐらいなんじゃないかなって。そう、それぐらいめっちゃ大人っぽく見えたんですよ。すっごくしっかりしてたイメージ。そうだったから、もともとそのオーディションの直前に声をかけてもらったっていうのが一個あったから、なんか、あ、さっき声かけてきてくれた子だっていう噂み方だったから、ずっとそれでなんか普通に印象に残ってはいたんですけど、その後、まあ合格発表でさ、名前が呼ばれていくじゃないですか。で、日向さんが呼ばれて、あ、この子受かったみたいな。で、私はもう落ちたんですけど、でもなんかその時に、あ、じゃあこれからこの子は NGT48 っていうアイドルになるから、私がここで会話をした、これはなんか
ものすごいお宝になるぞみたいなお宝のエピソードになるぞみたいな、誰も知らないなんか最古さんになれるぞみたいな誰も経験しない、そうって思って、そうだからなんかその NGT はその一期生の先輩方の NGT48 は本当に私は箱推しだったけど、箱の中その好きなメンバーってやっぱ選べなかった、みんな好きだったから箱推しだったけど、多分箱推しの中でもそのオーディションの頃のそういう話があったから、なんか日向さんのことは多分自分の中でどこかでこう特別視してたというか、なんか推しとしては箱推しだけどなんかちょっと特別な存在みたいな感覚だったんだと思う、多分私の中で。だからそのあんまりお手紙書いたりとか、自分はファンの時にお手紙書いたりとか SNS にコメントとかもしたことなかったけど、なんか日向さんにはお手紙そのことを書いたこともあったし、その多分私今までで初めて話したんだけど、今日のメールに日向さんのインスタのストーリーの返信を送ったことがあって多分これは今まで一緒に活動してきた中でもどこにも喋ったことなかったエピソードなんだけど、恥ずかしすぎてあ、喋ってた？喋ってたみたい。でも本当になんか今考えるとめちゃくちゃ冷静に考えてめっちゃ恥ずかしいことさ書いてて、え、でもさそのストーリー見た人います？でもそんなもう7年以上前のストーリーの、しかも覚えてるわけないよねしかも劇場の床の写真そんなストーリー覚えてる人いるわけないよねなんかめっちゃ可愛いさ動画のストーリーとかだったら覚えてる人はいるかもしれないけど、さすがに劇場の床の写真のストーリー覚えてる人はいないよね。でも本当になんかそれでなんか、でもそれは多分劇場オープンしてどれぐらいだろうね、でもそんな多分経ってない、だって私が加入する前で劇場があるってことは、だから2016年の1月から2018年までの2年間くらいの間のどこかのストーリーなんだけどそれなんか劇場にもなんか傷がいっぱいついてきたみたいなストーリーだったんですよ。マジで恥ずいなんか本当にちゃんと一言一句は覚えてないんだけど、なんかその劇場の傷がいっぱいついてるってことはそれだけみんなのなんか頑張った証がなんか刻み込まれてるんだねみたいな、すごいそこで流したなんか汗とか涙とかも染み込んでんだねみたいな、めっちゃ気持ち悪いこと言ってるめっちゃ気持ち悪いこと言ってるをおそらく書いたんですよ、そのストーリーの返信に恥ずかしすぎるめちゃくちゃ恥ずかしすぎる。今すごい冷静になって考えてみたらちょっと恥ずかしすぎたけど、でもそれをなんでそれをそんなに覚えてるのかって言われたら、多分それしか私そういう返信を送ったことなかったからだと思うんだよね。そう、いやでも本当にちょっとびっくりしちゃったそうでもなんかそういうこともあったからすごい自分、なんかこれ全然日向さん関係なくめっちゃ普段自分が劇場に立ってる時も定期的にその話を思い出しちゃうんですよ自分で劇場の傷を見るたびにめっちゃ思っちゃうんですよ、私自分がファンの時にこ
こういうの書いてたなってそう思い出しちゃうんだよね。これからも多分思い出し続けるんだろうね。忘れない、劇場の傷見るたびに多分忘れないと思うなんかね、残ってればいいんだけどね、その自分が送ったものとか全部、その当時自分がメンバーになる前に使ってたアカウントとか全部消しちゃったから残ってなくて、そう、それね、残ってたらよかったんだけどねいや、ほんとにすごい、めっちゃ覚えてる。でもちょっとこれは本当に日向さんには直接話したことないちょっと恥ずかしすぎて本人に言えなかったでもそう、インスタにも返信を送ったことあったそうだから多分自分の中で多分特別な存在だったんですよ。普通に箱推しだったけど、箱推しの中でも多分特別で、だからそう思うとこう今自分が加入して一緒に活動してきて、その一緒に活動してきた中でも特に先輩の中でも多分一番距離が近かった、一緒にお仕事する機会もすごく多かったし、そうって思うとすごいなって思って、でやっぱ私と日向さんって運命だったのかなって言ったら日記ドラ全員に怒られたけど日記ドラ全員に怒られたけど、やっぱなんかどうやって考えても私は日向さんと運命で結ばれた存在だったんじゃないかなっていろんなとこから怒られそういやでも本当にね、なんかそのお手紙の中にも書かせていただいたんですけど、スイーツ部とかアイドルエッセンス公演とか、なんか本当に日向さんのおかげでできたことだったし、それのおかげで私はすごい NGT の活動めちゃくちゃ充実したと思ってるし、なんかなんだろう、スイーツ部に関しては全然今でもなんかもともと SNS インスタとかに今載せてはいたけど、スイーツ部に入ってからなんかだって私スイーツ部だもんみたいな、なんかそれを理由にすごい今まで以上にカフェ巡りをすごいいっぱいするようになったし、なんか今でもそれ載せるのがすごい楽しい、生きがい、インスタ更新生きがいみたいな感じだし、なんかアイドルエッセンス公演ももう本当に私がなんか理想とするアイドル像みたいな、本当に私のやりたいことが全て詰まった感じ、そのアイドルのフォーティエイトグループの楽曲っていろんな楽曲があって、かっこいい曲とかなんかダンス激しい曲とか、なんかいっぱいある、セクシーな曲とかいっぱいあるけど、なんか私が一番目指したいアイドル像、やりたい曲とかって全部あのスモアの公演に詰まってたなって思うから、なんかその自分のなりたいアイドル像がすごい明確になった瞬間だったし、なんかあの公演のおかげでなんかそのなんだろう、自分のやりたいことが明確になって公演をより楽しいって思えたし、そもそもドラさん公演しかなかったから、私は公演自体もその一つユニットが増えてなんかすごい楽しかったし、でもそういうのも全部日向さんが誘ってくださってできたことだし、その私は多分日向さんに誘われてなかったら自分がそういうことが好きなんだって、カフェ巡りが好きとかなんかそういうアイドルアイドルしたものが好きとかって多分気づけなくって、そう、そう思うと本当になんか私自分でも気づいてないところを日向さんはそれをその人の魅力として
なんか引き出してくださったりとか、なんかそれを生かす場面を作ってくださったりとか、なんかそのなんか行動力がやっぱすごいなって思って、だしなんかその自分のやりたいこと目指したいことみたいなのをその有言実行できる力がやっぱり日向さんは誰よりも強いと思ってて、そうでなんか日向さんともご飯に行かせていただく機会も何回もあったんだけど、なんかそのためにやりたいことがあったら絶対口に出した方がいいよってすごくたくさん言ってもらったし、うん、でなんか日向さん自身も言ってたけど、そういう自分のやりたいこととかなんか目指したいことをこう口に出すことによって、それこそ総選挙とかもそうだと思うけど、なんか自分のやりたいこととかを口に出すことによってそこについてきてくれるファンの方がいたり、なんかそのおかげでこう押し上げてもらったりとか、なんかそこの熱量みたいなのってやっぱりそこのなんか目指すものの共有みたいな、なんかそれがすごい大事だっていうことを日向さんにもすごく教わってきたから、そうだからなんかそれをでも自分のためだけじゃなくて、こうやって私がスイーツ部とかアイドルエッセンス公演とかやらせてもらったみたいに、その自分のためのやりたいことをなんか言葉に出すだけじゃなくて、なんか周りの人たちもそれを活かせる場を作ってくれたから、なんか私は NGT での活動がよりすごい充実したなって思うし、そうだからなんかそのご自身の叶える力みたいな、こう叶えたい有言実行する力ももちろんだけど、やっぱそれ周りを見てないとその周りの人たちのためにもってところまでは回らないと思うから、それがすごいところだし、それに一番助けられた一番助けられた人だなって思うので、私がそうなんかだからそれ本当にそのお手紙お願いしますっていうお話をいただいた時に、絶対私なんか私じゃない方がいいっていうか、私以外にもなんか書くべき人ってたくさんいると思うし、なんか本当に私で大丈夫なのかなって思ったんですけど、でもなんかいろいろ思い返してみた時に、そのやっぱ私のアイドル人生の中ですごい影響力を持ってた方だし、なんかその気持ちがちょっとでも伝えられたらなっていうなんか考え方に変わったら、あすごい書きたいこといっぱいあるなってそういう気持ちになったので、でも本当に多分今までの先輩の中で一番一緒に過ごす時間がダントツで長かったような気がします。それこそシングル関係、なんか研究生の頃はチーム G 公演で一緒になるぐらいだったの、本当に研究生の時は、加入したばっかりの時は基本私 N3 の公演に出てたから、 G チーム G で出始めるようになって一緒に公演に出るくらい、でもなんか特別何かもなんかこうあったりとかがしたわけじゃないんだけど、一番大きかったのはやっぱ TGC のコンサートと、そこからしゃべぴ、その期間から日向さんと一緒にいる時間がぐっと増えましたね。そうなんか、まあ、しゃべぴもそうだし TGC のコンサートもそうなんですけど、日向さん、つぐみさん、私でなんかいる時が多かったから、そのコンサート TGC のコンサートもなんかその3人がベースみたいな結構構成だったりもして、でその時期って日向さんのソロコンサートもあったりして、一番日向さんが忙しかったんですよ、その TDC のコンサートに出てるメンバーの中で。でもその自分のソロコンサートもあり、かつ TDC のグループコンサートの方ではセンターに立ってて、なんかそのなんだろう、2つのコンサートを同時進行させてる人を
初めて見た。なんかそれまでリカさんとかも多分めちゃくちゃ、それこそリクアワソロコン成人コンサートとかもうめっちゃ出てたじゃないですか。でもその時私まだ加入してなかったから、なんか自分が加入して初めて見る忙しい人みたいなでもそれをなんか両立させて、なおかつそのグループコンサートではそこでセンターも立ってるから、なんかその絶対にどっちもさ手を抜けないじゃないですか、もちろん。でもそれをそのしかも他のお仕事とかもある中でなんか全部完璧にする姿を見て、多分そこで初めてなんか日向さんの凄さを一番最初に感じた時かも。なんかチーム G の時も私もアンダーで出させていただいてて、当時 G のキャプテンだったし日向さんが、なんかその頃からもちろんすごいまとめてくださってて、なんかすごい人だっていうのはあったけど、なんか多分一番すごいってなったのは多分そのコンサートのタイミングで、でそこからそのしゃべぴリリースってなった時に、そう MC でも言ったんですけど、あの私が踊れなさすぎて、振り入れの後、その振り入れがめっちゃ夜8時とか9時とかまであって、次の日朝4時集合とかだったんで、しかも MV 撮影なんて私したことないから、もうなんかそのスケジュールも意味わかんないし、自分踊れないし、なんかもうパニック状態みたいになっちゃって、振り入れ直後にだし、でもなんかその研究生だし、研究生なのになんかセンターにいて、周りになんだ全員選抜だったけど、やっぱり頼るってなったらちょっと難しかった時に、なんか頼る居場所を作ってくれたみたいな感覚。だからすごいたくさんアドバイスももらったし、なんかそれに伴って初めてそのシングルの取材とかも受けさせていただいたりとか、あと初めてグラビアやった時もつぐみさんとひなたさんと3人でグラビアさせていただいて、なんかその時もその私はもちろんグラビアがそれが初めてで、でもひなたさんってもう水着のグラビアとかも何回もしてたから、そのグラビアの写真のなんか撮り方みたいな、写り方みたいなのもなんかそこで初めて先輩のそのグラビアの撮影風景を見て、なんか今までもうさ完成されたものしか見たことないじゃないですか、その雑誌に載ってる撮影風景って見たことなかったから、なんかそこでいっぱい見せてもらったり、取材もだってそれまで取材も受けたことがないレベルの話で、いきなりシングルの取材1日になんか何社も受けさせていただいたりとかして、もう慣れないことしかなかった時にずっと隣にいてくださったのが日向さんだったし、そこからスイーツ部とアイドルエッセンスでみたいな感じだったから、なんか結構一個一個自分の私のアイドル人生の中でのなんかいくつかの大きなターニングポイントに必ず日向さんがいるみたいななんかほんとそんな感じだったから、今までで一番多分いろんなことを教えてもらった先輩だなって、そう。でもなんか私でさえもそうなんだけど、なんか私以外にも絶対そういう子って
多くって、多分アイドルしていくの、それこそも加入する前から憧れていてっていう子も4期生の中にもすごいたくさんいるし、もうその時点でさ、その子のアイドル人生を大きく変えてるわけじゃないですか。本間ひなたというアイドルがいたからこの子はアイドルを目指しましたってなったら、もうそのアイドル始まる前からその子の人生変えてるじゃないですか。とか、まあ加入した中でなんか、うん、ななみとかもその今思い出いっぱい公演でひなたさんと同じポジションになって、なんかひなたさんにいっぱい絶望とか渡り鳥とかパフォーマンスの面でたくさんなんかアドバイスをもらったってよく言ってるけど、なんかそういう一人一人に多分その子がこうアイドルとして活動していく中でのなんか大きいターニングポイントのところに絶対私だけじゃなくてそういう子がいっぱいいるんだろうなと思って、でもそれってすごいですよね。だから NGT もちろんファンの皆さんにとってもそうだと思うし、なんかメンバーにとってもなんかこれだけいろんなメンバーってもうほぼ全員に近いんじゃないかなっていうぐらいになんかメンバーへの影響力がある先輩ってなかなかいないと思うから、やっぱりすごいなって思いますね。あと本当にその昨日の卒業公演でもそうだし、絶対に卒業コンサートもそうだと思うし、私はスモアで一緒に公演をやった時に感じたんだけど、やっぱそのプロデュース能力みたいな、そのステージのプロデュース能力、いやまあ全部自己プロデュースの面でもそうだし、なんかステージ構成の部分でのプロデュースもそうだけど、なんかそれがやっぱすごくて、なんか昨日のスタジオ公演とかももう瀬戸利の組み方からさ最高って感じじゃないですか。本当に瀬戸利すごい、瀬戸利の組み方もそうだし、なんか選曲もそうだし、そうでもそれって多分この卒業公演だけじゃなくて、きっとねこの後の卒業コンサートも絶対に見てそう思うはずだし、そうだし、あとやっぱそれまでのソロコンサート、ソロ公演とか見ててもやっぱ日向さん の, その瀬戸利の組み方とか構成とかがすごいんですよ。でそれをやっぱり一緒にスモアとして同じ公演を作るってなった時に、その部分でもめっちゃいろんなことを教えてもらって、で特にスモアやってた頃はコロナで声が出せなかったから、その声が出せない中でどうやったらみんなになんか楽しんでもらえるか盛り上がれるかっていうのをすごく考えていて、そうだから私たちが煽りをいっぱいしようとか、そうだから煽り多分めっちゃ多かったんですよね。メロンジュース前も煽ってたし、なんだ意外にマンゴー前も煽ってたし、なんかあの辺多分3曲ぐらい連続で煽ってて、そうなんか煽りってコンサートだけのものだと思ってた私。だからこう公演で煽るっていうのがすごい新鮮だったけど、なんかこう理由を聞いてみると確かに声が出せない中での盛り上げ方とかなんかそういうので、そうこういうなんだろう、どうやったらお客さんが楽しんでもらえるかをめっちゃ考えてる。でもなんかその時に聞いたのは、日向さんはそのやっぱ HKT さんのコンサートめっちゃ参考にしてるって言っていて、やっぱ指原さんの煽りがめちゃくちゃ上手だから HKT さんのコンサートとかを見てなんか煽りとかは参考にしてるよって
聞いたことがある、そのスモア作ってる時。そうとか、でもやっぱそのなんだろう、演出の部分、セトリの組み方構成もそうだけど、やっぱそのセルフプロデュースの面でもプロデュース能力に長けてるからこそ、この8年間の本間ひなたさんが存在するんだろうなって本当に思う。なんかステージに立ってる時の見せ方とか、そのなんだろう、ステージに立っ、なんていうの、このもう8年間のこの本間ひなたさんまの本間ひなた様の生き様こそが全てにおいてセルフプロデュースで成り立っているのではないかという気持ち、わかりますか？なんかそのステージ一つ一つでも、そのひなたさんの自分のことをどう見せたいかみたいなのもそのあるんだけど、ひなたさん自身のね、セルフプロデュースの面って一つのステージとっても見せ方っていう部分でいっぱいあるけど、もうそれが全部積み重なったのがこの8年間の本間ひなた様の本間ひなた様のあの NGT48 としての生き様だと私は思っていてすごい語り口調がファンになってしまったうちの推しはすごくてみたいなノリで言っちゃったいやでも本当に、うん、そうなんだと思う。そう、なんか私の今の現時点でのアイドル人生の流れで言うと割と運任せなところがあるなんか自分では想像してなかったアイドル人生歩んでるなっていう気持ちでここまで来てるのね。すごい簡単に言うと、私と日向さんの比較で言うと、私のこれまでの6年間はすごい運で成り立ってて運で成り立ってて、なんか自分が想像していたアイドル人生とは違う、多分違うんだろうなって、多分違うけど、でもなんか運任せではあるけど、その運がめちゃくちゃ良かったおかげでなんか楽しく6年ありがたいことに過ごせてるみたいな。これが運任せの人生で運がそこまで良くなかったら、多分こんなにアイドル人生は続いてないだろうし、楽しめてないだろうなみたいな人生が私のアイドル人生なんですけど一方で本間ひなた様のアイドル人生をこうなんか見てみると、多分そのこうなるためにはなんかこういう行動をしてっていうのがなんか全部見えるっていうか、そうなんかちゃんと、わかんない、ひなたさんがどこまで考えているか私には読めないけど、でも私が勝手にね想像するに、なんか何歳までにこれをして、なんか最終的にこうなりたいからこれをしてっていうのを多分すごい細かく考えていて、その自分が本当になりたい、それこそ卒業だったら卒業した後の道筋を作るために、なんかこう小さな目標をたくさん作って、それを一個一個クリアしていってるみたいなアイドル人生に見えるのね。わかんない、日向さんが実際どこまでそう考えてらっしゃるかわかんないけど、なんか私が思うにはすごいそれを積み重ねてきた多分8年間なんじゃないかなってすごい見ていて思うので、自分がファンとして見てた時もそうだし、なんか同じアイドルの立場になってからでもすごいそういう風に思うから、そうだからそう思うと本当にこのセルフプロデュース能力の違いがよくわかるすごくよくわかるなって、一方私は運任せで生きてるみたいな人生ですけど、いやでも本当にね、いやでもそれ運任せが悪いことじゃないと思うんですよ。
そうであってほしいよじゃなきゃ私はなんで生きてんだみたいになっちゃうから。そうね、私は本当に本当に恵まれている。そう、私は運任せの人生かもしれないけど、その運任せの運が全部良いゆえに今の私があるので、そう、私は多分めちゃくちゃ強運なんだと思う本当に、まあ、運も実力のうちと言いますしねいいように丸めるけどいやでも本当にそうだと思いますよ。そうだってさ、ここにいるのも運みたいなもんじゃないですかでもその応援してくださって、たくさんあの応援してくださって投票してくださった方がいての今なんだけどね、もちろんそれはもう事実なんだけど、でももう本当にその5巡目だし、私もともとは5巡目だし、もうほぼ運に近いじゃないですか、その何パーセントかの差って。だからもうその加入する時点で結構運が良くなきゃここにはいない、そもそものベースが。だしなんかもちろんこの6年間の中で自分自身の努力だったりとか皆さんのたくさんの応援があって成り立ってるものがなきゃ困るけど、そうでもなんかそれこそなんか自分がセンターになれたのだってなんか自分の力ではないなって本当にそれは本当にすごく思っていて、なんかそれがあるからもう一回センター目指したいっていうのが一個あるんだけど、なんかそのなんだろう、あれもでも本当にほぼ運に近いと思う。なんかこうグループとしていろんなことがあったから今の自分があることは間違いなくて、でもそれがなんかなかったらの人生を考えた時に、なかったら今の自分はいないから、それこそセンターやったりもなかっただろうし、キャプテンにだってなってないし、なんなら逆になんだろう、順風満帆すぎてすぐ辞めてた可能性もあるじゃないですかとか。だからそのいいことも悪いことも全部含めて、でもそのそこからなんかポジティブな力に変換する運はめっちゃ強いんだろうなって思う。そうでも本当にあの時の自分のセンターは自分の実力じゃないっていうのは自分が一番分かってるから、そうだからなんかもう一回センターを目指したい理由はそこにあるんだけど、なんかちゃんとみんなと一緒に掴むセンターが私は欲しいなってすごい思うけど、そうでも本当に、うん、運が良くなきゃここまでやってないと思うから、なんかその全部計画性があって、こう自分のなりたい、まあ、アイドル像とかアイドルだけじゃなくて、なりたいことに対してこそ口に出したりとかして叶えていく力がやっぱり日向さんはめちゃくちゃ強いんだなって、うん、思いますね。そう、しかも私はなんかその自分がなんだろう、手に届く範囲
自分がやれるって思った時しかやっぱその声に口に出せない、自分のやりたいこととかに対して。なんかビッグマウスになれないんですよ現実主義者みたいな、合理性を求めちゃうからその自分で、あ、今の自分にこれは無理って結構決めつけちゃう癖があって、そうだからなんか自分でこれできるできない判断してできそうって思った時に初めてなんかやりたいです、叶えたいですって口にしちゃうから、そうだからそのなんかそれで損してきたことも多分いっぱいあるんだろうな。それでなんかもうちょっと自分に自信を持ててたら、なんか自分にもうちょっと可能性を自分で感じてたら、なんかちょっと無理そうなことでもやりたいって言ってみたら意外とできたことも多分これまでの人生であったと思うんだけど、自分で結構諦めたっていうか今の自分にはできないなって思っちゃうことの方が多かったから、そう。でも私はそう思っちゃうからこそ、なんかやりたいことをやりたいって言うことって多分すごい勇気が必要なことで、それができる人ってめっちゃすごい人だし、それで叶えられる人は本当にすごい人なんだと思う。いや、はるかとかも、いや本当にそうだと思うよ。なんかあれで叶えられる人は本当にすごい人だ。だってまず自分に自信がないと絶対にそれって口に出せないし、でそれを口に出したからにはやっぱさ叶えなきゃってなるから、その人の努力も多分すごいんだろうし、でもだからそういうやりたいことはやりたいって言った方がいいよって、なんかすごい日向さんにもたくさんそう教えてもらったから、そうなのでそういうの大事だなって大人になってからすごい感じるようになりました。だから最近私はそれこそもう一回シングルのセンター目指したいも言えるようになったし、ビスだってなんか何の根拠もなく頑張りたいって言えるようになったのもやっぱそういうのがあるし、そこには多分日向さんの言葉の力も絶対にあったし、あ、そう、それで言うとその日向さんに、みゆはなんかセンターもいいけどなんかソロのなんかソロ公演とかなんかソロのステージをやってみたらって最近日向さんに言われたんですよ。もちろんもしもそんな機会があるんだったらめちゃくちゃ挑戦してみたいとは思うけど、なんか今の自分にはその実力ってないと思ってたし、そうないと思ってたし、なんか今の NGT48 になんかそれをあまり必要とされてないと思ってたというかなんかその公演も今思い出いっぱい公演やってて、なんかそのソロ公演をやりましょうみたいな風潮ってないじゃないですかなんか別にだからそれを求められてるともなんか感じてなかったし、自分でも、まあ、いつかやれるような人にはなりたいと思うけど、なんかそれをできる実力が今の自分にはないって思ってたから、やりたいって口に出そうとも思ったことなかったみたいな気持ちだから日向さんにそれをなんか言われた時に
私ですかみたいな結構そうなりました。そう、なんかやりたい、やってみたい気持ちはあるけど、今の NGT でそれをやろうっていう考えに至らなくて、私が。そう、だからなんかその見えてる範囲が多分日向さんって違うのかなと思って、多分私って今この範囲しか見れてなくて、だから今の自分にはそういうことができる実力もないし、なんかそれをなんか やる環境でもないって多分思ってて、でも多分日向さんはめっちゃでかいとこ見ててそれが自分じゃないのにね、自分じゃない。しかも日向さんが言ってくれたのは、もしも私がミユだったらって思った時に考えてたんだけどって言われたの。そえ、だからさ、そのなんかその人に、その人の立場になった時にこれをやった方がいいと思うって見られることがすごいなって思って、そう、なんか他人から見てあなたはこれをした方がいいんじゃないじゃなくて、もしも私がミユだったらこうしたいって思うよみたいな感じだったんですよ。そう、だからもう根本的にその見えてる範囲が違うんだってその時すごい思い知らされて、そうすごい、うん、でもなんかすごいその昨日のね卒業公演のカホの話とか聞いてても、日向さんのバックダンサーをしてそれが今の自分の経験になってるっていう子もいるし、そうだからなんかその私がそういう後輩になんかそういう場を作ってあげてもいいんじゃないみたいな、そうで私それをすることによって私の成長にもつながるし、それが今後後輩がアイドルしていく上でその経験値にもなるから、そう、なんかそういうのもいいんじゃないっていう話をねしてくださって、でも確かにそのファンの方にそれこそあのユニット公演とかやってた時になんかソロ曲やってほしかった何回か言われたことあって、ソロ曲やってほしかったもそうだし、あと昨日とかで言うと失恋ありがとうをセンター日向さんが選んでくださってやらせていただいたんですけど、なんかその時も一人のおたまりが一番最初あったりとか、なんかそれだけですごい耳のソロが聞けて嬉しかったって言ってくださるファンの方とかもいたりして、そうだからその見たいやってほしいっていう声は今までなかったわけではなかったんだよね。そうでもなんかなんだろう、そう多分需要はちょっとはあったのかもしれないんだけどちょっとはあったのかもしれないんだけど、なんかえじゃあやってみようってなれなかったなって思ってそうでもね、確かにその後輩本当になんか昨日豊永さんとも初めてなんかちゃんとお話しさせていただいて、なんかその後輩を育てる、豊永さんも HKT さんのキャプテンをやられててちょっと2人でお話しさせていただいてて、なんかその後輩を育てるみたいな話になった時に、その私はあんまりその後輩に対して怒るとかなんか教えるとかってすごいあんまり得意じゃなくてなんか豊永さんもあんまり怒ったりとかしない、どちらかというとその場をなんか和ませる、なんかそういう怒ってくれるメンバーは他にいて、なんかそういうところをなんか中和させる、和ませる
役割を結構してるみたいな話をしてて、私も本当になんか自分が怒るのは怒ったりとか指導するみたいなのも得意じゃなくて、それこそこの期間は日向さんがもういてくださる間にすごい4期生に特にいっぱい教えてくれてたりとか、あとカホとかカリとかヒノとか気づいてくれた子が後輩に言ってくれてたりとかする中で、私は確かにそういう言葉で自分の言葉でそういうのをなんか教えたりとかするのが苦手だから、そうでもだからこそ苦手だからなんか関わらないとかやらないとかじゃなくって、なんかそういう場を作ってあげる、後輩の経験になるような場を作って、日向さんが私にあのスイーツ部とかアイドルエッセンス公演とかなんかそういう場を作ってくれたみたいに、なんか私がそういう場を作ってあげるっていう、そういうなんか後輩の指導の仕方もあるんだなって思って、まあそのソロ公演とは言わずとも、なんかそういう後輩にそういう経験を積めるような機会を作ることもすごい大事だなって思いました。そう、いやだからそう思うとさ、でもさ、なんかその後輩にそういう場を設けるってことはなんか自分が譲るっていうのもさ、つまりあるわけじゃないですか。でもなんか日向さんは後輩にそういう場を作りつつ、でも自分の叶えたいことは自分のそのこと、自分のこととしてなんか淡々と進めていくわけじゃないですか。その両立ができるってやっぱすごいんだなって思って、そう、自分は自分で自分のなりたいなんか将来像に向けてなんかコツコツ進めつつもちゃんと後輩にそういう場も作るみたいな、だからなんだろう、譲るともちょっと違うみたいな、それがさすごいなって思いますね、うん、そう、一緒に育つ、いや一緒に育つが大事だよね本当に、それができればいいのかなって。そう、でもだからそれがさ絶対に簡単なことじゃないから、そう、やっぱすごい人だったんだなってものすごく言葉を求めるとそうなっちゃいます、結論。なんかその今まで先輩をこうたくさん見送ってきて、こうゆかさん、りかさんみたいにこうすごい大きな背中を見せてくださった先輩もたくさんいたけど、なんかそれともまたちょっと違う凄さみたいなのがあるなっていうか、そう、なんかまあ比べるのは良くないと思うけど、なんかゆかさんはもうずっと遠い存在のまま卒業していった感覚なの、私からしたら結構なんかずっとすごい人のまま卒業していったなって感じ。そう、でも日向さんは一緒にこうやってお仕事する機会とかもすごく多かったし、後輩にこう教えてくださることもすごい多かったから、また違う凄さ、そうだからその人その人から受け取るものが全然違くて、でもまあ日向さんは一緒に過ごした時間もすごい長かったから、その分受け取ったものもすごい多かったなっていう感覚。濃さ、一緒に過ごす濃さとか距離感みたいなのもまああるかなって気はするけど、うん、
本当にその昨日豊永さんとも話してて、なんか後輩違う同期とか先輩とかがこうやってどんどん卒業していって、自分が卒業するときには誰が残ってるんだろうってやっぱ嫌でも考えちゃうし、なんか本当であれば今すぐ自分が卒業してみんなに見送ってほしいっていう気持ちの方がやっぱ強いんですよ。そう、でもなんか昨日の日向さんみたいにやっぱ同期がすごく少なくなって後輩の方が多い中で卒業するってなった時に、あれだけ後輩に慕われるってやっぱすごいことなんだよね。だからその見送ってほしいっていう気持ちもあるけど、見送ってもらうためになんか後輩たちになんか惜しまれる人になるのもすごい大事だなっていう話をしてました。ランキング読もうかな。いやでもそうゆきりんさんとかもそうなん、なんか今の AKB で卒業できてよかったみたいな話をされてるのを見て、そういうことなんだろうなって思いました。うん、同期とかがいなくてもねそう思えるってことは、うんと思いますよ。ではランキング読みますね。10歳ふなしさんありがとうございます。12位ケイタさんありがとうございます。11位リョータさんありがとうございます。10位 MS さんありがとうございます。9位カンヤトさんありがとうございます。8位タカさんありがとうございます。7位ヨッシーさんありがとうございます。6位ラムさんありがとうございます。5位ホシーさんありがとうございます。4位のサラさんありがとうございます。3位ヒーロさんありがとうございます。2位ヨシーさんありがとうございます。1位ヒルブライアさんありがとうございます。すごいね。でも昨日の日向さんの卒業公演は結構その私の知ってるファンの方もたくさんいらっしゃって、そうなんかだからすごいこれから日向さんが卒業されても NGT の劇場に来てほしいなって思ったしそう、なんかこれからの NGT のこともなんか好きでいてくれたら、多分日向さんがそうやって後輩たちに残してきてくださったものを私たちはこれからたくさんそれを生かしてグループに還元していきたいと思っているから、なんかこれからの NGT のことも見守ってもらえたら嬉しいなってすごく思いました。日向さんのファンの皆さんにそうなれるように頑張らなきゃなっていう気持ちですね。おやすみみんな。私は明日からリハ頑張るよ。バイバイ。コンサートに向けて頑張ります。しばらく配信しないかもだけど、みんな元気でねみんな元気で頑張ってね。バイバーイ。お主もな、パシャでな